子供たちが葉の妖精に送る入手ゴールド葉の妖精のコインは子供のための最高の古典的な贈り物です葉の妖精とは抜けた入手をコインに交換してくれる妖精である。入手から永久倍の生え変わりに関しては人であればほぼ全ての人が経験する通過儀礼であるだけに用の東西を問わず様々な迷信が存在している。西洋においては抜けた入手を 枕の下に入れて寝ると、翌朝葉の妖精がそれをコインはあるいはプレゼントに交換してくれるという言い伝えがある。日本では、抜けた乳歯を上の葉の場合には床下に、下の葉の場合には屋根に向かって、縁側や窓などから放り投げることが行われる。この時、地方によっては、ネズミの葉と取り替えろという掛け声をかけて、生え変わってくる永久葉が丈夫であることを祈る。これは、 ネズミの歯が生涯伸び続けるという事実を元にしたものである。なお、ラテン語圏のロットンシートペレスも一般にネズミの姿で表現される。なお、日本財団と日本司会司会の共同で実施しているトゥースフェアリープロジェクトは、この歯の妖精にちなんで命名された。ありがとうございます。